はい、えー、ね、テニス ATP ツアーファイナル、西黒くんすごいな、まあ、いろんなスポーツ盛り上がっているところもたくさんあるんですけども、野球は本当にこれ、今から寒くなっていくな、ストーブリーが始まるな、また悪口が増えちゃうのかなと、<laughs> 気をつけながら、こっから先はね、頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っておりますすももうすぐ亀ともスタートです。 スポーツファンの皆さんこんばんは亀山勤ですこんばんは NBS アナウンサーの亀山亮ですそして今週はここからゲストの方に登場していただきますスポーツライターの金子達人さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますお願いします,します阪神ファンの金子さんヤフオクドーム残念でございました何の話かもさっぱりわからないですね <laughs> <laughs> 全部やけ酒かっくらって忘れ,忘れちゃったという もう僕の中では九州は呪われた土地になりました <laughs> で中州で全て流して帰ってくるといやもうね最後の日とかは、はい、中州に行って浮かれたホークスファンを見るのが絶対に嫌だったんで <laughs> ホテルでホテルの部屋に一人こもって <laughs> 自分でペナルティーを <laughs> 自分の改造肝臓を痛めつけてましたまあまあね俺もこうオープニングで言いましたけどまあああしとコーこうしときゃとかまたこういうね、はい、選手の入れ替えも含めて、うん そうなっていいいくよ、ね、いよいよね <laughs>、うん、スポーツマンデー6時までは阪神タイガースの話題を中心にウィークリータイガースということでお届けいたします、うん、亀山さんもおっしゃったようにストーブリーグの話題が続々入ってきています、はい、今日は阪神ファンの金子さんも交えて非常に生臭いところ <laughs> もう寿司屋で言ったらこう光り物ばっかり入ってる状況ですから今日は、うんまあ、まずは光り物から攻める小肌からみたいな流れですかね <laughs> えお楽しみにしていただきたいと思います早速参りりままししょう、はい、オフに入りましたタイガース 現在は高知県の安芸市で秋のキャンプ秋季キャンプを行っていますでそんな中和田監督が阪神電鉄の本社を訪れまして酒井オーナーに改めて今シーズンの終了を報告いたしました、うん、その後報道関係者の取材に応じまして今年はいろんな経験をさせてもらいました CS 日本シリーズを経験したことで何かが変わるのでは ただプラスアルファーの力をつけていいいかないとリーグ優勝あるいは日本一には届かないと語りました、うん、でそのプラスアルファについて日本シリーズで選手の動きを見て改めて守備や走塁が大切だなと走塁に対する意識は上がってはいるけれど盗塁基ト数つまり盗塁を試みる回数が減ってきている大和や上本はもっと高いレベルを追求してもらいたいもっともっと走れると思う。 失敗してももう一度行くんだというぐらいの気持ちでねと話しましたうんそうだよね <laughs> 間違ってはない間違ってない、はい、間違ってはとか言うからおかしくなるんだけどね、うん、そうそうもう、うん、もっと走ってほしかったな、うん、ただそのサインが出てるかどうかっていうことも含めてですからねって思うんですけど守備走塁ってね、はい、まあ野球で言ったらいろはのいいじゃないですか、はい、それを改めて大切だじゃあなぜ 我らが亀山つとむをコーチに呼ばないんだ。藤本さんだけじゃないよ。NBS から二人抜かれるの痛いですけど、私たちは。<laughs> なぜ亀山つとむをと思わないんですか <laughs> いやいや、なんてこと言うんですか、俺はもうこの場所が大好きですから、<laughs> 動かないよ。<laughs> ね、平方リトルを世界一に、いや、少年野球とプロは違うって言いますけど、はい、まさに基礎の基礎を一番知ってるのは亀山ストーブじゃないかなと、僕は亀山ファンの一人として思うんですよ、ね。われわれももう少しこうステージアップしていくためにね、はい、いい放送にするために、日々努力はしてまいりますけども。いやいや,いや、してみたいっていうのは確かにないことはない <laughs> はい。 ただ大変だということもすごく感じますので、うんうん、やっぱり我々外で見て喋ってることは簡単なんですよね、うん、それをやっぱりこう継続的にコツ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 とやっぱりもうファームのステージから仕込まないと、うんはい、なかなかこのあたりも含めて今シーズンの総括を金子さんにも語っていただきたいんですがタイガース。 なんか振り返ってみると僕も大和君の守備しか印象残ってないです日本シリーズの好プレー特に第5戦ですか、えー、僕もあのチケットを頼んだやつが僕に対する悪質な嫌がらせをしたとしか思えない <laughs> もうホークスファンのど真ん中のチケットを参戦続けて取り腐りやがってですね <laughs> お知り合いの方がはいえら、まあ、いこちゃ盛り上がるわけですよ、うん、特にあの第5戦の,あの前に落ちそうなの、はい、突っ込んでのキャッチ、はい あの時もそうでしたしその後の宇宙海の大きいのを取ったのありましたよね,ね、はい、あ,たあの時とだからホークスファンが激怒してるわけですよ、はい、クソヤマともうそれで僕は流言を下げまくってたんですが <laughs> 下がったのはその時だけでしたねあまあまあ金子さんも時には苦行が必要だと <laughs> <laughs> なので守備走塁はねともかく守備に関して言うとソフトバンクよりむしろ阪神の方が。 えー、すごかったなって印象はちょっとあるんですけどねうんだからわ、まあうん、かりやすいシリーズだったかもしれないです僕も、まあ、おっしゃった通りで、はい、あの守備走塁で、うん、あのうまくいってファイナルステージは勝っていったんですよね、うんあうん、ただやっぱり落とした三成はどっかに守備走塁のミスがあったはずです、うん、そうですね広い意味で言うと、はい、亀山さんフィルダースチョイスもやっぱり守備のミスになるわけですよねそのあたりのことも含めてとってことは裏を返せば向こうの走塁も良かったということになる、うんでそうかはい 際どいとところを誘ったさあオフならではの話題も飛び込んできています人事ですね、はい、FA 戦線異常ありというタイトルがついております原稿に、はいはい、アスレチックスから FA となった中島裕之選手32歳について中村ジェネラルマネージャーが口を開きました、はい、当番組のディレクターに対しておおおれさんまた亀山の番組かそうかそうかご苦労さん中島うんもう少し詰めないといけないな 今は彼を全力で取りに行くのが大前提情報を集めて洗い直す必要もあるねとコメントし足早に去っていかれたということです、うん、報道によりますとフルスの埼玉セーブライオンズが3年総額8億の大型契約プラス長期雇用プランを付帯しているということつまり亀山さん辞めた後もフロントあるいはコーチとして処遇するということですかこれでしょうね、うん、はい。一方のタイガースは 3年総額11億を提示予定とも報じられています、うん、鳥谷選手のメジャーへの移籍がすでに有力となっている中球団としてはショートを埋める中島の獲得は一歩も引けない方針だと伝えられていますメールいただいてます池田市に住んでいるラジオネームみっちゃんさんです来シーズンの話ショート中島を獲得するということがあるんですが私は大反対若手を使ってほしいんです特に北条選手<ー>難しい問題かもしれませんがいかがでしょうかと ご意見いたただきました、うん、いやいや思い切っていくならそれも一つの手ですよ、はい、若手を育てる北条そしてまあ手堅いところでは大和選手をもう一度呼び戻してショートを守ってもらうという選択肢もありますよね。 鳥谷くんがレギュラーになったときって、はい、その前のシーズンで藤本くんがバリバリやったわけじゃないですか。でそこで鳥谷くんがレギュラーになったのはあくまでこれ監督のひいきな部分があるんじゃないかって僕なんか感じた部分はあったわけですよ、はい、同じ大学だからとか、はい、かわいそうな藤本くんって思ってた部分はあったわけですが、はい、今になって見てみるとそこで使わなかったら鳥谷くんの今ないわけですよね。 使っったた監督の A 団だったと思うんですよ、はい、実力であの時点で藤本さんの方が上だったかもしれないけれど、はい、で今あの時の鳥谷君10とすると、はい、北条くんの位置ってどんなもんなんでしょうあの時の鳥谷が10とした入団直後の鳥谷を10とするとうそうですねまだ3とか4じゃないでしょうかそこまでちょっと落ちますか大卒ではないでしょうかね<ー>ないですから、うん、そういう意味ではまだまだ基本基礎体力も含めて積み上げていってる段階なのでちなみに あのー、僕らが東京で、あのー、4つ言わしてきたチームの,、はい、あの関西出身のショートはどんな感じだったんでしょう、はい、3年目の段階で素材で戦いましたよね、彼は。だ思い切ってそうやって使うのも一つの手です、やっぱ一番どこが伸びるかといたら練習積み上げることももちろん大事ですけど、試合ですよね、実戦です。伸びていきますうんうんはい こんなところでいい加げなことできないってなればなるほど、うん、その生活環境っていうかの過ごし方まで変わってきますよね多分、はい、それを経験するただそうですねだから我々もあの、まあ、タイガースファンの方も聞いてるからあんまり大きな声で言わないけど1、うん、一回4位になった方がいいんじゃないかってのはそこなんですよだかだ2位で上を目指すって考えてる以上は、うん、なかなかそういう冒険的な采配ってできないと思うんですよ今プラスアルファで総塁趣味のところって言ってるぐらいですから。うん いや絶対もう北条育てるんだと思ってれば、うん、まずここを取りに行くという話は出てきちゃおかしいですよね,ね、うん、もう北条君とか横田君とか見たいっすよ、はい、来年で理想論で言っちゃいかんですけど、うん、いやそんなことは全く考えてない、まあ、例えば、うん、えとにかく、えー、鳥谷選手に残ってもらうように一生懸命交渉するとそれもありですよねはい 他のことは全く考えてませんよっていう状況でいなくなったのなら大和なのか北条君なのかっていうところを次考えましょうっていう方が我々外から見たら分かりやすいかなっていうのは正直あります。取ってくるよりもまず身内の処遇というただ選手のメールでもありましたもんね、うん、その中島君が来たことでそれを超える選手じゃなきゃっていうのももちろん考え方としてはあるのでこれでも取りにいってるってことはもう完全に阪神球団としては取りたに出てくるのはもう覚悟したって ってことなんですかねそう捉えられますよね金子さんのおっしゃると、うん、可能性がそうなってきますよね、はい、うん。そこが心配なんです、ね、つまり鳥谷君サイドからするとあ、もう俺のこといらんのねってことになりませんいや、それかも完全に話ができてるのか金子さんが先におっしゃったように、うん、っていうことですよね金はあるんですなぜか獲得調査を続けてきた北海道日本ハムファイターズの宮西投手が 今シーズン取得した国内 FA 権を行使せず日ハムに残留することが決定的となりました、はい、本人の談話も今日の新聞載ってましたよね。うん、でこれを受けてこのオフの日本柱として補強、打の中島、等の宮西を掲げていたタイガースの構想1つが、まあ、ダメになったということである意味、中島取りに資金もそれから まあ人材も全力投球とということになります、うん、ただ亀山さん、どっちかというとサウスポーの宮西投手の方が現実的には欲しかったというお話もありますよね、うんはいまあ、今、一番実践に近いところで言うとその宮西という選手がセットアップでいると非常に心強いというのはね西宮の出身でしたし甲子園で投げることも魅力がありましたがとご本人も語ってましたんでやっぱりそこで揺れ動く気持ちはあったのになあという感じもします。うんはい、金子さんでも でもですよ阪神にだってサウスポーいっぱいいるわけじゃないですかまず榎くん元気になったらいらないでしょう,、うん、うまあまあまあねもうちょっともうちょっともうちょっと自前の選手、うん、育てようっていう姿勢見せてほしいなと僕なんか思うんですけどね、うん、だからまあそういう工夫で調理するというよりは、うん、素材を仕入れて料理としてそのまま出す方を今選んでますよね。うん、もっとこう手を返しえ工夫したら いい料理になって出るはずだなっていうのを感じるわけでしょもう本当だから亀山さんが現役の頃、はい、僕らが巨人をもう嫌って罵って、はい、その理由っていうのは金で選手を集めやがってっていうことだったわけじゃないですか、はい、読売よりも読売ですよね今話に、はい <laughs> 確かにね。えー、そしてマリンズから FA したナルセ投手は獲得を残念本人に在京志向が強いということでどうもスワローズが獲得しそうな気配ですららららそしてニッチハムの大引き選手もどうもスワローズらしいということが伝わってきていますい野球サッカー俺も言わせろという方メールお待ちしております亀友アットマーク mbs1179.com 亀友スポーツマンデーです 改めましてこんばんは亀山勤ですこんばんは n b a アナウンサーの亀山亮ですそして今日のゲスト亀友はスポーツライターの金子達人さんですよろしくお願いしますこんばんは、えー、今日は野球阪神タイガース、さらには金子さんのご専門の一つサッカー日本代表の話も伺いたいと思っておりますはい でも今日大畑さんいたらジャパンについていっぱい語りたかったでしょうけどラ、ね、グ<ー>ビーのお話も用意しておりますよろししくお願いします、はい、そして金子さんですが11月28日の金曜日に5本が出ますタイトルがラストワン日本実業出版社から1620円で発売予定ということなんですが金子さん、えー、パラリンピックにも出たハンデのある陸上選手の中西麻也さんを取り上げた5本ということなんでしょうか。はいあのー やっとというか、はい、初めてというか会心って自分ででるものができましたこれまで以上に駆け上がった時に満足感が、えっと、これまでは僕駆け上がって満足したこと一度もなかったんですがいやいやそんなことないと思いますいや、はい、本当にそうなんです、はいえー、今回は来たって感じです、はあ、具体的にはこの中西さんにある程度期間密着をされて取材をされてそしてということになりますよね どんなところが彼女は魅力的なアスリートだったんですかえーまあ、読んでいただくしかないんですが、ええ、まず僕に対してですね大きなな嘘嘘をついいててたんです、はあ、ですすその嘘が明らかになっていく物語でもありまノンフィクションなんですけれど、ええ、ミステリーのような感じで読んでいただければ、はあ、最後に大どんでん返しというか。はい 大爆弾が待ち受けておりますので<ー>11月28日金曜日日本実業出版社日本実業出版社から1620円でラストワンというタイトルで金子敦人さんのご本が出ますよろしくお願いいたしますすでにアマゾンなどでは予約受付中だそうですのでよろしくお願いいたしますさあ亀山さん、はい、阪神タイガースの話まだ続くんですが <laughs> ここで一つだけ、はい 荒井孝弘選手、お兄ちゃん37歳、西宮市内の球団事務所を訪れ、今季限りの退団を申し出て了承されました。はい、なんか寂しいですね、こういうニュースも入ってくるっていうのは、オフはやっぱりそうですね、ただまあ、うん、まだ可能性というか、自分ができるんだという強い、ね、意思表示でもあると思います、ね嬉しい誤算ですけど、あそこまでまあ正直、ゴメスがやるとは僕らも思ってませんでしたし。えー まあこの調子でいくと間違いなく裏切りも柱になりますので、うん、そうなるとも機会を求めてってっいうところでしょうねでもねあれだけ頭下げてきていただいてまあ使い捨てといったらなんですけれどなんか読売が広沢さんにやったことを今度は阪神がやってるのねっていう感じがするんですけどね。うんま えー、全然当てがないのであればトライアウトに出たりっていうのもあると思うんですがそういう動きもないってことはなんとなく水面下でいろんな球団が新井お兄ちゃんに対して声をかけてるんじゃないかなという風うに勝手に想像したりするんでまか可能性はあるでしょうねトライアウトを受けなきゃいけないような選手ではないですからもう、はい、あの十分能力っていのは理解した上で、うん、球団がどうしましょうっていうのは各球団は一応 ねうん、調査はしてると思いますけど阪神、うん、ファンでありながら来シーズンのカープ戦もしくは本当にお兄ちゃんカープに行くんであればあ<ー>なんか打たれても悔しくなれない試合がちょっと増えちゃいそうですけどね。あまだけど だいたい卓球のないこと、活躍する。みんな怖いの。怖いはい。<laughs> 亀友スポーツマンデーでは、あなたからのメール、お待ちしております。野球、サッカー、テニス、そして、フィギュアスケート、いろんな話題が、今週ありました。えー、お待ちしております。亀友アットマーク、M. B. S. 一一七九ドットコム。亀友アットマーク、M. B. S. 一一七九ドットコムで、スポーツ大好き。あなたからのメッセージ、お待ちしております。読ませていただいた方には、白ご飯にかけて美味しい、亀友証りふりかけ、プレゼン。ト としています。番組の公式ホームページにもメールの送信フォームがあります。また、ホームページではウェブラジオの展開も行っています。聞き逃してしまったという方、及び関西圏外の方、えー、パソコンなどから放送の翌日、亀友スポーツマンで全編お楽しみいただけますので、そちらもお願いいたします。はい、それでは7時までよろしくお願いします。 最初のコーナーは亀友スポーツジャーナル先週から今週にかけてのスポーツの話題について亀山勤さんそして今週の亀友スポーツライターの金子達人さんと話をしてまいります、はい、まずはこちらからオフも熱いプロ野球オフシーズンのプロ野球界ですが今週も様々な話題が入ってきております、えー、阪神の生臭い話題はまだまだつきませんカウンターに残っています <laughs> はい 藤川球児投手、うん、メジャーリーグカブスを FA となったんですがなんとあのソフトバンクホークスが本腰で獲得を目指していると伝えられています、うん、もちろん藤川球児投手はメジャーリーグを最優先にしていると伝えられていますが調査を続けているフルスの藩主にとっても気になるニュースです実はソフトバンクには秘策があるとされています2012年メジャー帰りの岡島投手と契約した際には 3年契約を結んでシーズンが終わったらばメジャー復帰の意思を尊重して自由契約にしました、うん、つまり向こうでマイナーでやるよりは日本のプロ野球界でちゃんと活躍した姿を見せた方がメジャーでむしろ戻る道の方が開けるんじゃないかという方針ですよねメジャー志向のある選手に柔軟な姿勢を持っており同様の条件を球児投資にも提示するのではと言われていますもちろん阪神もあのシーツ 中米スカウトがきっちりマークをしているとされていますが果たしてどうなるか、うん、ねえ亀山さんまあその柔軟になっていのはすごくポイントでしょうねう、えー、ソフトバンクの強さの中には、うん、これが一番理想ですけどね向こうから戻ってくるメジャー帰りの選手も1、うん、で一年やったらそのプラスアルファのところを大きな契約にしていくってした方が、うん、でもちろんもうエージェントも向こうのエージェントがついてますから1、うん、一年日本でやる マイナーでやるアメリカのマイナーでやるそんなにもう今差ないと思うんですよねしかし松坂取るっていう話があったりすごいですねここはありますね松坂大輔ソフトバンク入りの報人,、うん、人もられてますしまあでも CS あるいは日本シリーズサファで結構ぐらぐらだったじゃないですか、うん、そりゃ球児くん欲しいっていうのも分かりますよねそうですね いろんな問題出てきそうな気もするし、ファンの方は戻ってきてほしいっていうのもあるし、複雑ですよね。であれば、22はなんで開けてなかったんだって話もなりますんで、深いですねホークスとか行かれたら、もう来年、日本シリーズまた行ったとしても、さらに勝つチャンス、減りますよね唯一の救いで言わせていただくと、セ・リーグじゃなくて、まだいいっていう。確かに。がっくり。さあ、どうなるか、本当に生臭い話題ですそのパ・リーグいきましょう。 えー、関西のオリックスバファローズです森脇監督が東京都内のオリックス本社を訪れ宮内オーナーに今シーズン終了の報告を行いました6年ぶりの A クラスとなる2位に躍進しましたが森脇監督ペナントを勝ち取ることができなかったお詫びを申し上げてきましたと謝罪、えー、優勝をかけた10月2日のホークス戦で敗れるなどここ一番で結果を出せなかったことを反省点として挙げられています、うん、来シーズンについては あえて優勝という言葉は出なかったが2位の上はもう1位しかないのでと19年ぶりのリーグ優勝を約束宮内オーナーもホークスは実力的に頭一つ抜けているチームですもう一度チャレンジする心構えで頑張ってほしいですねと節約を期待しています、うん、なお去就が揺れていますエースの金子千尋投手について宮内オーナーは引き続き我がチームの一員と考えています引き止めるのは球団の仕事と。 球団に対して残留を減免したということです。ここよ、ここ。んうん、この考え方ね。鳥谷選手にもこういう考え方で言って欲しかったっていうことですよ。はい、もう過去形。<笑><笑>いやいやいや、まだまだあれですけど。<laughs> はい。 えー、国内 FA 権の行使表明は明日が期限ということなんですが情報によるともう日米野球に帯同してがっちりスケジュールに入っているので、うん、もし国内の FA を金子投手が宣言するつもりであればその前にやっているはずだと、うん、国内の移籍は噂のジャイアンツも含めてこれでもうなくなったという見方が支配的です、うん、あとはメジャーかオリックス残留かどちらかではないかと言われています。し、うんうん、しかしソフトバンクが本当に知恵と金を ものすごく使ってスーパーチーム作ろうとしてるわけじゃないですか、はい、そこに誤していこうそこに負けない資金を投じようっていうパ・リーグのチーム出てきてほしいですよねもう本当は阪神もそうなっとほしいんですよねもうソフトバンクそのままメジャーいっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの準備ですよね <laughs> これアメリカ放題ですか噂の、えー、これ。そして、えー、楽天ゴールデンイーグルスですが休みはありませんそしてちょっと変わったトレーニングの話題が飛び込んできています、はい、大久保新監督が来シーズンは 完完全全オフの撤廃を検討ししていることが分かりましたつまりままたつ休日をなくすすとということですね、はい、休みとされる日でも最低限球場に顔を出して体のケアなどを行わせる方針だということです。秋のキャンプも完全無休で行われていますがシーズン中でも基本的に試合のない月曜日などでも球場に来させるということです。大久保新監督 1>, 1日休みにしてしまうとかえって怪我につながることもある全員が必ず顔を出すようにすればチームの一体感を作る上でも役に立つしね例外はないよベテランも外国人も全員だと語っていまして常に一定の緊張感をチーム内に持たせることが狙いとみられています、うん、労働基準監督署が怒りそうですが <laughs> サラリーマンじゃありませんので、はい、ありなんですよねこういうこともね。あのうまくいくいか 行かないかは別にして、こういう前例がないこと、今までやったことがないことをやってみよう。っていう人物。まあまあ、ね、これ名称の条件ですよね。はい、はい、名称か、あるいはチームがバラバラになるか、はい、どちらか、はい、うん。サッカーでもやっぱり名称って言われる人は今までにやったことない。前例を覆すということもあるわけですよね。ねやっぱりプロになると、もう何十人という指導者を見てきてるわけですよ。で、耳たこになってる部分もあるわけですよ。はい、そこで。 選手たちの心を開かせる耳の中に言葉を届けるためには、うん、おこの人なんかちゃうぞっていうのを見せなければいけない、うん、でそのためのテクニックですよね<ー>やったことがないことをやらせるっていうのは一つのショック療法というか、はい、違うなと思わせる。はいうん ただ亀山さんあたりはこういうの大嫌いでしょ。<laughs> 休みなしかよ、馬鹿野郎。大嫌いっていか、苦手です <laughs> <laughs>、はい。選びましたね、言葉を。あの、自由時間大好きなの。自由行動って言葉大好きなの、ね。自由行動。はい、あの、旅行とか行っても。<laughs> うん、決められてる旅行って、僕大嫌いですよ。日程の決まった。はい、ツアー旅行みたいな。何時にここに集合って言われてる方が。うん、たとえ。 ボォっとして街歩いてラーメンいっぱい食って帰ってきたとしても、うん、充実してる気がするんですよね。自分のことは自分で決めるというのがまあ大人でもあるわけですが、チームとしての方針どうなるかでちょっと旅行っぽい話なんですけど、はい、秋のキャンプ。 先週初めて全体練習楽天なかったんですが、はい、早朝に選手やコーチ関係者全員が岡山県倉敷市内の大原美術館に集合しました、うん、名画がたくさんある大原美術館なんですがおよそ30分間全員で絵画などを鑑賞しました。これが実は大久保新監督の発案 選手らは眠そうな顔眠そうな目をこすりながら名画を鑑賞 <laughs> 9時オープンらしいんですよ朝の、はい、でそのオープンと同時に30分間もう絵を見させられるというか見なさいということで 2>,、うん、2年目の松井裕樹投手、えー、報道陣にコメントを求めるとそうですねと困惑しながらいややっぱりなんというか心が現れましたと <laughs> 取ってつけたような話。えー、秋のキャンプでは 地元の瓦の掃除土手の草刈りなども予定されておりこれは選手全員強制参加大久保新監督いい試みでしょ春のキャンプでは海岸で全員で運動会をしようとも思っているんだみんなでやることが大事と力説していたということです。 うん、よかったね、亀山さん、現役で楽天のプレイヤーじゃなくてってっいいう感じですよいや無理ですね、無理ですけど、<laughs> まあ、今、大丈夫、聞いてる方は、僕のこの、それはだめですね、苦手ですねっていう話を聞いて、うんうん、だからお前はだめだったんだっていう聞き方をしている人が多いと思いますよ、<laughs> ただ、どうなんでしょうね、僕の考え方は、あくまでも個人の考え方でいうと、そのプロの集団は、うん、まとめるもんじゃなくて、うん、まとまるもんだという考え方してるんですよね、うんうん。ソフトバンクじゃないけど、はい ねうん、勝つというとこの目的に対してじっくり休みは寝た方が次のパフォーマンスが上がる人もい、うん、うん、毎日バット振ってなきゃ落ち着かない人もそんなことどうでもいいと、うん、グラウンド出た時に100に近い状態のコンディションを持ってこいとそうです、ね、いうのがプロじゃないかなってあいけんじゃね勝てんじゃねじゃあ最後に秋山監督胴上げしようぜっていうところでまとめたんじゃなくてあれまとまった気がするんですね。うんだからまあ新しいことって言えばその 見てみたいです。うん、まあ僕自身、新しいことをやるっていうのは名称の条件だって言いました。けれど、うんはい、そのいや新しいことの方法としては、僕自身一番嫌いなやり方ではありますね、うん。<laughs> ただ、楽天自体がチーム成績、うん、まあ最下位だっただけに、はい、まあリセットは必要ですからね。それだけにこっからどう立て直すか？うん ちょっとしたら若い選手にとってはこういうやり方の方が合ってるかもしれないしとということもあります、ね、いやだから、これでもし、もしですよ、リーグ優勝して日本一にもなるようなことがあれば、うん、さすがって、手のひら返すようにわれわれもしますけど、どうでしょう、われわれが子どもの頃の一時の西武、うん、ライオンズの管理野球にちょっと近いのかなと、うんあまあ。伊達に西武の地位は流れてないですよね、だからまあそれでもっともっとこう野球に。 うん、時間を置きましょうということかもしれないしねそしてゴールデングラブ賞発表されました選手オリックス・バファローズからは最多の4人が選ばれ話題となりました、えー、パ・リーグのピッチャー部門金子千尋投手キャッチャーにオリックスの伊藤ひかるさんそしてファーストもともと外野,外野手登録ですが T ・岡田選手そしてセカンドは楽天の藤田選手サードにホークスの松田以下継承略ショートはホークスの今宮 外野は陽大官オリックス伊藤井そしてファイターズの柳田ということになっております、うんえー、そしてセリーグいきましょうピッチャーはカープの前田健太キャッチャージャイアンツの安倍晋之介ファーストはこれもサードが、えー、本人は本職と言ってますが森の中日 そしてセカンドがカープの菊池、サードがジャイアンツの村田、ショートはタイガース、鳥谷、外野はカープの丸、中日の大島、そしてタイガースの大和という顔ぶれですまあまあ、妥当なとこですか妥当ななとこじゃないですかね、日本シリーズ負けたからそう感じちゃうのかもしれないですけど、パ・リーグのゴールデングラブ、スケールでかいっすね。うん 打つ方も含めて狩野子さんのおっしゃる通りだと思います全然これこの両チーム戦ったらボロ負けしそうな <laughs> 全くこっち打てずに、はい、選手ボー大島君と丸君が頑張るんじゃないですかねやっぱりカープの菊丸コンビは <laughs> これ、ね、スモールベースボールで戦うしかないっていう感じですけどね <laughs>、うんうん 金子同士の談話ですゴールデングラブ賞一度は取りたいと思っていましたので受賞することができて素直に嬉しいです選んでいただいたことに感謝しておりますそしてキャッチャーの伊藤星本当に光栄です実は今年はこの賞を個人的な目標の一つに望んだシーズンでしたので素直に嬉しいですさらにレベルアップしていかなければなりませんね日々精進していきたいと思います T 岡田選手びっくりしています選んでいただき光栄です 周りの皆さん、すべての関係者の皆さんへ、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、糸井選手は。毎シーズン目標にしている賞ですし、今年も受賞することができて、本当に嬉しいですし。光栄ですとコメントを発表しました。やっぱり、このゴールデングラブ。あのベストナインとは、また違う重みが亀山さんありますよね。守備の職人。そうですね。まあ、うん、全体的に軽く見られがちです。ベストナインの方が上にあるんでね。うはい。総合賞含めてってことになるんで。うん、ただ、やっぱりね、ディフェンスが。 得意な選手は非常に、あの魅力的な賞だと思います。はい。まあ、山本君とか、これ以外絶対にないですもんね。これ、ね、はも,もう、通りもいずれ狙っていくんでしょうけど、うもうまず一番取らなきゃいけない賞、取れたっていうのは大きいですね。これですねはい。そして、もうすぐ日米役です。え、今週から侍ジャパンが、MLB オールスターチームと5試合を戦います。えー、土曜日に代表は福岡に集合、午後6時からミーティング。その席で、5試合の先発投手が、国母監督から発表されました。 12日、京セラドームでの初戦がカープの前田健太投手そして14日から16日までの東京ドーム3連戦はオリックスの金子楽天の則の本阪神の藤浪の順番ですそして最終戦札幌ドームは大谷と決まりましたいいですね豪華ですね夢がありますね昨うヤフオクドームで全体練習を行った侍ジャパン。 ソフトバンク日本ハム連合チームと走行試合を戦いますキャプテンにはイーグルスの島マホが指名されました2週間ですが監督の言うように勝ちにこだわってやりたい迷惑をかけるかもしれませんがよろしくお願いしますと謙虚に挨拶をしていました、うん、ただメジャーリーグが随分近くなった印象ですので、はい、あの胸を借りるというよりはどれだけ相手に勝てるか勝負できるかというところが気になりますねまあまあね、うん ただ、まあ、どうでしょうね。昔もよく言われましたけど、この時期は、あの、メジャーリーガー、頭の中がもう、オフモードなので。うん、はい。もうハワイ経由みたいな感じな。個々の素材は、やっぱりね、わ、すごいなと思いますけど、チーム力としては、そんなに高くないと思いますよ。うん。うん、日本も、なんとなく、任してやるぞっていうよりは、どこまで通用するかっていう感じですかね。金子さんね。もう、僕の今シーズンの野球は博多で終わりました。<laughs> <laughs> 確かにそうですね <laughs> はい、はい、ベースボールマン、はい、ありがとうございますじゃあ頑張ってサッカーいきましょう <laughs> 涙のタイトルプロサッカーナビスコカップは決勝が行われガンバ大阪がサンフレッチェ広島を3対2で逆転で下し7年ぶり2度目の優勝を果たしました金子さん前半と後半でガンバがガラッと変わったように見られましたいやあの随分僕もサッカー見てきましたけどええ こういう逆転劇ってのはちょっと見たことないですね、うん、あの押してるチームが相手のカウンター2発食らって零対二になった、はい、でも最後は総合力でひっくり返したっていうのはこれ割とあることなんですよはい、はい、前半の途中までの試合ってこれ4-0-5-0で3フレッチだなっていう内容だったわけですよ2-0、はい、になった段階で確か前半30分過ぎまでシュートゼロですからガンバそこから、うん まあ長谷川健太監督動きまくってフォーメーションいじりまくって流れを力技で取り戻しましたからね。でそれは可能なんですねいや可能なんだなっていうのを思い知らされました、はあはあ、これはすすごかったですあのタイムとかね野球みたいに、はい、あのベンチでかけることができないので、はい、流れが止まらないケースの方が我々よく目にするんですけども。はい こののガンバの対応力というかかすすごかったですね力技力、はい、立て直すとしたらハーフタイムかなと思ったんですけどいやもう前半の途中から左右のサイドバックそれから中盤の選手もうポジションチェンジさせ遠藤君を前に置いてみたり後ろに置いてみたり、うん、ぐちゃぐちゃにいじったんですよ、はい、でその中から1点取ってで後半からもうあうちのセンターフォワードが相手の。 センターバックとの勝負でこれ圧倒的に優勢だってのを感じたんでしょう、はい、ひたすらそこを使ってぶっ壊しちゃいましたよね、うん。これどうなんでしょうね、あのー、今年もちろん優勝争いしてるっていう、はい、ところでの緊張感も含めてその高いところでやってると思うんですけど、うん、昨年 J2、うん、で揉まれてきたってのは大きい、はい、実はあんまり大きくないと思うまですな<い>、あのー、今シーズンの開幕戦、はい、それこそ腰の低いアンバサダーのいるチームとの大阪ダービー開幕だったじゃないですか。はいはいはい あの時の結果はともかくとして内容から言ったらセレッソの方が2ランクも3ランクも上だなっていうのは僕の印象だったんですね。がんばこれまた降格の可能性あるんじゃないかな厳しいなと思ってた、うん、でこの間のナビスコカップ決勝でも前半はやっぱり2部のチームだな上がってきたばっかのチームだなっていうとこだったのが途中でで変わるんですよね、うんうんはい、だからそのまあ我々の思うイメージは変えなきゃっていうのがもともと強い王者のままだとなかなかその。 監督の話じゃなないけどんでそんなに大きく変えなきゃいけないのって選手が迷うこともなく我々一回地獄へ落ちたんだというとこがその監督のスイッチの切り替えにパッと反応できたのかなっていうちょっとびっくりするほどの変身カメレオンチームでしたねこれ22日同じ股スタでレッツとの首位決戦あるんですけれどこれ現状レッツの方が有利ではあるんですけれど レッズのペトルビッチ監督もサンフレッチェの OB ですし、はい、レッズの選手もサンフレッチェの選手いっぱいいる、はい、やり方基本サンフレッチェと一緒なんですよ、はい、そこで0 2からひっくり返した、はい、この自信っていうのは強烈でしょうねああなるほどものすごいことになりそうな予感が<ー>、えー、22日土曜日浦和レッズ戦のひょっとしたら何というか事前予告編を見せられたかもしれないわけですね、はい ラジオ、日本放送でオンエアしますんでもしよろしければラジコ聞いていただければ長谷川健太監督の手腕について改めてちょっとここで伺いたいんですがさっき出た名称なのかちょっとわれわれもなかなかセレッソを普段マークしているので見えにくかった部分があるんですけど金子さんはどんなふうに今シーズンをご覧になってましたかまず同い年なんですよ僕彼彼との 世代って清水東サンバガラスって言われててですね、はい、堀池大江の木長谷川健太でこの3人の中で一番監督になりそうもなかったのが長谷川健太おーおーだったわけですよ、はいえー、一番あの,あの野生児と言いますかはい、はい、あまり勉強しないタイプで <laughs>、はい、ただ勝負強いですねめちゃくちゃゃく正直いいサッカーを見てお客さんを楽しませる 能力っていうのは、僕はまだまだだと思うんです。うんはい、ただ。目の前にある駒から、最上級の力を引き出す達人には、なってきましたね。なるほどね。ただ実践って、それ、実はすごく大事じゃないですか。はい、ね、です。頭の中が、まあ、ね。あの金子さんも多分、講演とかされるでしょうけど、組み立ててるものが崩れた時ほど。はい。時給を問われるじゃないですか。はい、そうですね。<laughs> アドリブリ。あれ、うん、こんなはずじゃなかった、流れで、パニックの人結構いますよね。うん ってことは実際そういう時に一番強い力を持ってる。今だからアドリブ力って言葉出ましたけど、はい、そこがもうマエストロというか、はあ、日本のトップクラスですわね。はあはあ 振り返っちゃいけないんですけど前の日本代表監督にそのアドリブ力があればなあという風に終わったりするんですよねす <laughs> ただ彼には美しい作ッカーを作る能力はあったんですよね、はいううん、育成かそのアドリブ力かというところまあうん、なかなか両方兼ね備えている方は難しいわけなんですがそしてガンバ大阪といえば忘れてはならないのが宇佐美選手、はい、まあ決勝でもナイスアシストしたりとか、はい、あと途中交代しましたけどベンチで 号泣したりとか、最後、うん、非常にスポットライトが当たりました。はい、彼をどう見ますか。決勝戦に関して言うと失格でしたね。あら、そうですか。はい。あの、全然ダメでした。<laughs> うん、もう勝てたのはパトリックのおかげ。はい。で、負けていたら、宇佐美君、お前のせいやって言われた試合ではありましたよね。うん。あの。気合が。完全に空回り。あ、気負っちゃった。入りすぎた、ね。 だからあの涙だったかもしれませんがでも彼にとっては非常に大きいタイトルになりましたよねあの。タイトルを取ったことがない子が勝つことによって化けるっていうのはすごくサッカーの世界野球もそうでしょうけど、はい、あるんで。はい そういう意味では、本人大失敗しましたけど、チームが成功に導いてくれたので、二十二日のレッズ戦、本当に楽しみです。うん、なるほどね。二十二日土曜日、アウェイですが、埼玉スタジアムで浦和レッズ戦。そして、三冠の可能性も、ガンバにはあります。二十六日水曜日は、天皇杯の準決勝、対清水エスパルス戦です。準決勝、もう一つが、ジェフ千葉とモンティディオ山形ですので。 これエスパルスに勝つとがぜ優勝の可能性がまた広がってくる感じがしますよ、ねはい、もう片っぽ J2 チームですからね,ね両方ともうんどうなるかと一方金子さんに一つ伺いたいのが我らがセレッソ大阪です外からご覧になったセレッソの今年の印象いかがでしょうかまずフロントを含めて本当に頑張ったんですが監督選びだけ間違えました。あ監督選びだけ間違えましたポ,ポビッチ 最初連れてきたたののダメだったのかなやっぱりっていう感じですか正直彼を僕 JFL でも J2 でも見てましたけどセレッソにはこれ全く合わないだろうなってう合わないタイプだと、うん、で結果ペッツァ・イルリさんイタリア人でしたっけって、はいね、最後は結局セレッソのまあ育成担当の方を監督に据えたという形になっちゃいました、ね、はいなので本当に10ある項目のうち 9の項目は本当に J リーグ J1 の中でトップクラスの対応をしたのに監督選びというこの一点1点、はい、ここ大間違いしただけでこんなにチームって壊れちゃうんだ怖いですね恐ろしいです優勝候補だって言われてたチームですもんね、はい、3月の段階でガンバとセレッソ、はい、どっちが優勝すると思いますかって言われたら100人中99人セレッソって言ってたはずですよそうだと思いますはい我々素人ながらもそうだと思って見てましたからはい玄人になったらもっとそう思ってたと思います <laughs> でしょうね<と>、はい えセレッソまだまだシーズン続きます残留の可能性も含めて皆さん必死に追求して応援してあげてほしいと思います我々も応援します3つ目まいりましょうラグビーです金星はならずラグビーの国際親善試合が行われ自主的な日本代表チームであるジャパンフフィィテーンはニュージーランドの先住民族マオリ族をルーツに持つ選手たちで構成されるマオリオールブラックスと第2回戦を行い20対18で残念ながら敗れました 最後の最後で確か超ロングスローをラインアウトから入れられて逆サイドからの展開でトライを取られてということになりましたがそれまでは主にスクラムを中心にセットプレーではあと、えー、第一戦よりもさらにいい試合グッドゲームナイスゲームを展開しました、うん、地上波でも放送がありました亀山さん、マオリオールブラックスに随分食い下がってあとちょっとでした。ねまあ、だからもう 背に腹をかえれず最後に必殺技を出してきたわけでしょ、うん、相手が、うん、そこまで追い詰めたってことが大きいんでしょうねただこれ勝つのと負けるのは、はい、実は全然違って、うんはい、僕終わった後の選手の反応すごく楽しみにしたんですよで崩れ落ちてたのはジャパンのユニフォーム着てる外国人選手、うん、で日本人選手割と満足げだった前線にこういうところに僕また日本人のメンタリティが出てるなと、うん、なるほど あの試合で全員泣き崩れるジャパンであれば僕は本当に期待していいと思うんですなるほど負けたことを悔しがらない限り絶対にダメなんですようん、うん、負けたところでよくやった頑張っちゃったって思えるチームってそこまでです、うん、なるほどそれはもう日本のサッカーもずっと繰り返してきた壁でもあるんで、はい、ラグビーはそこもさっくり越えてほしいですねその次のステージということを考えればですね、はい、はいはい えー、ジャパンは本当のベストメンバーではありませんでした、えー、スーパーラグミにも出ていますクラムハーフの田中文明選手あるいはフッカーの堀江選手ら主力橋選手が不在の中で若手も活躍しました高校卒業後すぐに南アフリカに渡って昨年帰国5月のサモア戦で代表に初招集された松島選手が アウトサイドセンターとして代表2試合目の先発となりました持ち前の敏捷性で何度も相手ラインを突破する大活躍最後はウイングバックもこなすなど大きな役割を果たしましたまだ21歳の松島選手ですが普通にできました日本人だからって変なコンプレックス持つ必要はないと思いますワールドカップですか初戦の南アフリカのような大きな相手でももっと低く 当たれば普通にすするはずですジャパンに選ばれるぐらいのプレイヤーなら僕の感覚で言えば普通にスーパーラグビーでもやれると思いますしと、えー、若いながら非常に頼ももしい発言でもあります、ねはい、こういうメンタリティーの子だと負けて悔しがるわけですよね<ー>勝てるじゃないかそもそも互角だと俺と負けたことが問題うん取り損ねたことに我々の弱点があるということがはっきりわかるんですね。 今後ですが、えー、まだヨーロッパなどのチームとの 対戦が控えてますどちらかというと格上の相手のマオリ・オールブラックスに対し今度は例えばグルジアなど格下のランク下の相手とも対戦になりますのでここは勝ちきってほしいところですよね。ボ、うん、ボコボコにしてしてほいです <laughs> よっぽど日本シリーズの鬱憤が金子さんたまってる感じが <laughs> あそうですか言葉が今日ラフですラプレーがりゴリゴリいってる感じがしますよね。それはもうタイガースをね参 <laughs> 戦見続けて全部やられるっていうのを見てしまったから。ら、えー <laughs> えー、もう一つ活かしてくださいテニスです初戦に勝利男子プロテニスツアーの最終戦 ATP ツアーファイナルがロンドンで開幕世界ランキング5位の西堀圭選手初戦で地元イギリスのアンディ・マリーと単戦しストレートで勝利しました,た見事でした。マリーとは過去3度の対戦で一度も勝ったことがありませんそれどころか1セット1セットも奪えていなかったんですが えー、今回はすべての面で上回っての勝利です、うん、大きな1勝だったんですが錦織選手自身は試合後まだですね準決勝、決勝に行くことがゴールです今勝てない相手はもういないと思っていますのでとコメント一方,マリーからはえ一方勝てる気がしなかったと、えー、以前は言っていたマリーからの初勝利が錦織選手の今シーズンの成長ぶりを何よりも証明しています。うん、前は勝てる気がしなかった 今回はは勝って当然目標はさらにその上だと全然言うことが違ってきているということですねやっぱり世界のトップで戦おうとなるとこういうことだろうね悔しさも含めてそれを消化していった人がここに残ってるっていうことですもんね,、うん、ねでも本当にテニスも、まあ、サッカーもそうですしラグビーも言われてますけど世界の壁っていうのをメディア使うの大好きだったわけですよ。で、はい、でも結局メンタルで 壁なんてなかったってことをこうやってすぐ証明されるわけですよね日本惜しいっていう試合よく我々も世界のあれで聞きますよね、はい、飛び越えてちゃいましたもんね、はい、これでもう日本の子供たちっていうのは、はい、ツアーファイナルに残る日本人が当たり前っていうメンタリティでやっていくわけですよ、ね、それとそウィンブルドに出るのが目標ですっていう世代とでは、はい、大きな差は出てきますよねどうでしょう西堀選手自身ははい。 マイケルチャンコーチを招いたりとか、はい、自分の中でのひょっとしたら壁を乗り越えたというところはあるんでしょうかあるいはまさにそこだと思いますははは自分の中の壁日本人であるがゆえの黄色人種であるがゆえの、はい、アジア人であるがゆえのギャップを一度超えたことのあるマイケル・チャンに壊してもらった。 が大きいと思います、うん、だから民族としての壁なんかないけれど、はい、プレイヤーとしてのワンランク上に行くところはちゃんと西小選手が努力して自分で勝ち取ったということですよね,すねメールいただいてますラジオネーム中市さん和歌山市方の方です西小選手大活躍です、えー、世界ランキングも5位まで来ています4大大会の優勝というのも見えてくると思います金子さん改めて西小選手についてお話聞かせてくださいお願いしますといただきました今後ですね あの伊達公子さんに言わせると、はい、本当に天才だそうなんですんは教えてもどうすることのできないこのショットの感覚、うん、普通だったらコントロールできない角度にピッと返せちゃう柔らかさであったり強さがあると彼が上に行けるかどうかはハートですっていうのを1年前に言ってたんですけど、はい、この1年マイケル・ちゃんについたことで。 コンプレックスがなくなくり、はい、そしたらあっという間ですよね。はあ、技術的レベルってじゃあ去年100とすると102ぐらいだと思うんですよ。はあはあ、でも戦績は去年100とすると200ぐらいになっちゃってるわけですよね。ああか確かにそれはあの我々素人でも感じるのは、うん、マイケル・チャンっていうプレイヤー時代が、はい、サイズもそんなに大きくなくやってた人じゃないですか。はい、でその教えてるのもえバックハンドでしたっけを、はい、徹底的にとかもう本当に基本基礎。 徹底的に打ち込んだぐらいの。今年はあまりテクニック聞こえてこないですよね。と、はいうことはやっぱりハートの部分っていうのは相当。この上と締めてんのかなという気がしましたね。はい、ただ、はい、あのもちろんカレーに頑張ってほしいし、勝ってほしい。四大大会、うん、グランドスラム取ってほしいんですが、はい、その可能性を高くするには日本国内から西織くんに。 肉薄する存在が出てこないと、うん、注目が全部日本の期待が全部錦織君に乗っかかりますよねこれはいつか疲れ果てる、うん、伊達公子はそうでしたからなるほどあの複数いて、はい、じゃあ本田君に注目集まる長友君に注目集まるっていうような状況をテニスで作っていかないと、はい、長持ちしないです。第2第3の矢が飛んでいいいいかかないといけなととけってことか、はい でこのテニスにスポットライトが当たっている時にテニス協会本当に知恵とそれから財力の全てを使って、うん、次の選手育てる努力しとかないと日本のスポーツってそこが下手で、はい、例えばテニスボリス・ベッカードイツ出現した、はい、そうするとテニスブーム起こった、はい、一気に育成に力をかけてシュテフィー・グラフだなんだ出てくるわけですよ。<ー>でも 日本の場合松岡修造の後松岡修造の後継者出てこなかった、はい、伊達公子の後出てこなかった、はい、スキーの荻原兄弟の後出てこなかった、はい、スターが出るとそれに群がって消費するだけで、うん、次の種まかないで終わっちゃうんですよ。うん、なるほど女子が7選手ぐらいが今出てきてるんですかね、うん、で3020何かぐらいのところまだこ、まあの次はまたいませんもんねでも43のおばちゃんがまだやれちゃうわけですよ。ま <laughs> まあまあそうですよね <laughs>、はい、伊達さん 亀友スポーツジャーナルでしたはい今日はまさかのアクシデントという記事ですね <laughs> フィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦でした中国大会の男子シングルスフリーソチオリンピック金メダリストの羽生結弦選手第2位となりましたが、えー、フリー直前の6分間練習で大きなアクシデントがありました中国の円環選手と羽生選手が衝突 羽生選手は、頭と顎かからら流血しし会場からも悲鳴が上が上りましたそれでも羽生選手は、えー、練習を再開しようとしましたブライアン・オーサーコーチ、心でヒーローになる必要はないんだよと諭しましたが結局、頭に包帯を巻いて処置をしまして演技に臨みました、うん、冒頭、4回転サルコー続く4回転トーループはともに転倒。 基礎点が1.1倍となる演技後半に飛ぶ予定だった4回転2回転のトーループを回避。他にも3回転半、再回転ループ、3回転ルッツと5回転としました。演技後は羽生選手自力で立つのがやっとの状態で、まあ、キスアンドくらい得点を待ったんですが得点が伸びずそれでも2位は死守したという結果得点が出てからおえつ号泣する状態で 競技を終えこれもうだからこの記事で問題になるのは、うん、あの順位じゃないんですよねもう一つ間違えて本当大変なことになりますんでね。あの昨日から今日さまざまな報道を見てますと、はい、テレビのワイドショーなどは傷を負った中、うん、志願の挑戦、うん、魂の演技どちらかというと歌い上げるような、うん、賛美するような姿勢が多かった。でも、はい スポーツ関係の方、昨日の、あの、サンデー。スポーツでしたっけ、あの、関口さんの。番つ、はい、勝つ,つ、サンデーモーニング。はい、では、ラグビーの大八木さん、そして張本さんが、あれは誰かが止めなきゃダメだということをおっしゃってました。うん、亀間さん、どんな風にお考えになりますか。いや、だから、両面ありますよね、これは。ただ、どうなんでしょうね、先ほどから出てる、その、日本。とか、アジアでは。あれが、こう。 美談とされるというか、それが強すぎるイメージも正直あります。ただ、やっぱりね。彼のその競技人生のことを考えたら、その無理して行かす必要もないでしょうけど、それよりもだから問題になったのはあれ、何ですか？治療する人はいなかったんでしょ。日本ドクターは帯同しておらず、はい、アメリカのドクターがまあ、医療用ホチキスで傷を。 止めたりとか奉合、はい、したりという措置を行ったと伝えられていますただしょうがないですよねアイスホッケーだったらドクターすでに準備してるでしょうけど、はい、まさかこんなこと起こるって思わないですもんねフィギュアでまあまあね、まあ、試乗する選手の人数規模にもよるんだそうです、うん、で羽生選手をサポートするデータで言いますと昨日危険せずに2位に入ったことで、うん、次のグランプリシリーズ NHK 杯で優勝すれば 上位6選手が進出する12月のグランプリファイナルの出場権を獲得できる、うん、絶対に出とかないと大きな大会の出場権が取れないという中での排水の陣だったという面もあるんだそうです、うん、だからそのルールも含めて、ないだろうって思われたことが実際起きたわけなので、うん、その練習最後の6分間でしたっけ、はい、あそこもだから本当に危ないですよね、見てたら。 これまでにも事前練習では衝突する例がありました<ー>91年の世界選手権伊藤みどりさんがフランスのユベールと激突し足をけが2008年の全日本選手権すぐり文恵選手と安藤美希選手が衝突そして2010年のグランプリファイナルでは日本の小塚孝彦選手と高橋大輔選手がぶつかり事故結構あるんです,よ、ね、ねえですからそれに対してちゃんとその練習の内容を変えるとか うん、ちゃんとしたドクターつけとくとか、うん、っていうのを含めてその出なきゃ次のステージ行けないのもちょっと問題あんのかなと <laughs> う<ん>いう気がするんですけどこれやむを得ずででですすかこれ済ましていいいもんなよねどうなんでしょうねでもそれこそ意図的にずっと休んじゃって、はいうん、オリンピックの時だけ復活してくるキム・ヨナとかいたわけじゃないですか。まあまあ確かにそれはそれれはでね えー、いろんな問題がありますまず出場をさしたことに対する問題、はい、本人は絶対出るって言いますよねそうでしょうねでもそれを止める権限が誰にあるのか、はい、コーチなのかそのフィギュア日本の連盟の関係者なのかあるいは大会の主催者なのか、はい、でも結局誰にもそこでストップかける権限はないわけですよね、はいはい、他のスポーツだと例えばああいう事態になった時に強制的に「何?」って言うんだ「お前絶対出るだ」っていう規定が出るところもあります。はいう アメリカンフットボールラグビー脳震盪の症状が少しでも見えたら絶対に出させません、はい。うん、ただし<そ>出血だと OK っていうのはあるんですよね。止めさえすれば。で脳震盪の症状って目見れば分かるもんですよね。うん、まあ大体分かる大体分かりますよね。だからあの流血したから出ちゃいけないっていうことは僕は全くないと思うんで、うん、あの場で複数の人間が脳震盪じゃないと。 全く大丈夫だってことを判断したんであれば出場させたのもそんなに文句やれることでもないのかなと<ー>、はい、そして亀山さんがおっしゃったドクターの問題。はい、もう一つが これなかなかか言いいにくいんでですすけどジジャッジの問題ですよね、はい、あれだけ転倒して演技とすれば決して美しく見えなかったかもしれないけれども2位に入ってる、うんうん、それは審判審査員が会場の雰囲気 <laughs> いわゆるええ話に引きずられたんちゃうかと、うん、後から滑る選手やりにくかろうという問題ありますもちろん日本人として羽生選手を応援している立場なんですが何やらもやもやしたものが残ったのも事実でございます。うん、だからもう飛ばせないいっていう たその彼とりあえずここはもうやめときましょう、うん、次の予選からしっかりと練習行きましょうとか常駐、うん、ドクターさせましょうとか、はい、もう少しこうせっかくいいスケーティングを見ていただくためにっていうためにお金取って人が入ってるわけだから、うんうん、もう少しこの裏の部分というかな、はい、選手がベストな状態で滑れるっていう環境づくりも ここまで注目される競技になってくると大事なんじゃないかなっていう気がしたんですけど今日ちょっと真面目に喋りすぎたんでね <laughs> いやそういう時間でもいいんですよ。えー、着地が4回転したら滑っちゃうんで3回転ぐらいで終わらせておきたいと、はいはい、思います。以上、上安とのちょっと仮面でした お待たせしましたスポーツライター金子達人さんにスポーツに関するお話を伺うスポーツキーワードです、はい、サッカー日本代表検証ここまでのアギーレジャパンと題して日本代表について現時点での金子さんのお考えを伺いたいと思いますスタートして2ヶ月アギーレ監督の日本代表ですがここまでで4試合1勝2敗1分けという成績ですウルグアイに0対2で負けベネズレは2対2で引き分け ジャマイカに1-0で勝ちブラジルには0-4で負けとまあブラジルなんかも入ってますんで全て簡単な相手というわけではありませんが今週金曜日14日にホンジュラス来週18日火曜日にはオーストラリアとの試合が組まれていますただ報道によりますとこの2試合の結果によっては日本サッカー協会がアギーレ監督を呼んで強化の方向あるいは選手選考の基準について事情を聞くのではと いいう,うに伝えられています成績悪かったら呼び出すよと高校生みたいな話が出てきてるわけですが <laughs> どうなんですかここまでアギレさんの代表っていうのは金子さん。5段階評価の通信簿でいくと3ですかね。かもなく不可もなく。かもなく不可もなく。<laughs> なのにね <laughs>、はい、その3なのに、うん、あもう呼び出し、うん えもう禁止なんのこれみたいなこれはですね <laughs> 前任者のザッケローニがこの時期5段階評価の5をずっと続けたんですよ。だけど5なもちろん優等生ですよ、はい、クラスの模範性3は劣等生じゃないですよね、うんはい、でブラジル戦がなければ協、うん、会もそういうことすることなかったと思うんですが、はい、ブラジル戦があまりにもびっくりだったものであ<ー>でその後選手選考若手でいきたいとか言ったのが。 グニャンとちょっとぶれ始めた感もありますんでこれ大丈夫なのかっていうことでしょうね、うん、そこなんですよねブラジル戦のスタメン本田選手らをベンチに置いて初代表の選手4人が先発でしたそして今回の招集メンバーは例えば細貝がこれから中心になるんじゃないかと言われていた細貝選手が外れてガンバ大阪の遠藤選手あるいは今野選手あたりが再び選ばれているということで。 アギルの中で迷走してんじゃないのという噂もありますし正直細貝君外したのは僕理解不能あ,<ら>あのブラジル戦で外したのにまず驚愕しましたうんあのメールもいただいてますラジオネームディスコスターさんです、うん、先日の日本代表メンバーの発表には驚きました 現実路線に切り替えたとも言われていますが再びベテランを招集ちょっと理解できませんもちろん遠藤選手いい選手です今の若い代表に力を与えてくれると思いますが果たしてアギーレさんがこれから目指すスタイルに合う選手なんでしょうかそもそもアギーレさんがどんなスタイルを目指しているのか、うん、今回の招集でちょっとぼやけた気がします金子さんどうお考えになりますかといただきました。あの元々目指すべき方向性っていうのが あんまりりはっきりしてない人、うん、よく言うと柔軟性があるあのー、<laughs> というかですね <laughs> 番組の前半で長谷川健太監督のことを申し上げましたけど <laughs>、はい、タイプで言うと枯れタイプなんですよ、うん、要は手持ちの材料をうまく,く組み合わせて、うん、最上の結果を引き出す内容は正直僕彼のやってるチーム、はい、いくつか見ましたけど総じてパッとしないんです。うん、なのに おここまでの結果残しますかっていうのはあるんですよね。ーはーはーただ、まあ、どうなんでしょうね。これも野球の監督では結構あるんですけど。はい、監督が変わった時に、うん、前任の監督がやっていたものに、うん、そのまま。依存してしまうチーム作りすると、うん、それより以上のことをやらないと、うん、多分評価されないですよね。はい、だから、一回、その綺麗にするというか、うん、そういう考え方を持てば、うん、今の時期だからこそ。 違う選手も入れて、既存の選手もしばらく経ったから入れて、その中で初めてメンバーを組んでいくっていう仕掛けなのかなと、僕単純に思ってるんですけどただ、じゃあ日本とフィリピンが野球、国際試合、侍ジャパン対フィリピン代表をやったとしましょう、フィリピンが日本相手に2軍使ってきたら、どう思いますなめんなよ、それでボロ負けしたら、どう思います問題あるんでしょうけど 先がもっと先にあるって考えたら、はい、あ本当に一からスタートしてんだなっていうのを理解させるのもいただだとしたらベテランここで呼び戻しっていうのがわ、うん、わけわかかんんないんでですすよねあもっっとと先ってこただ僕遠藤君って今本当にすごいんで,、はい、で彼のプレースタイルだったら4年後でも全然できちゃうんで、うん、戻すのありなんですけれど、はい、若手中心に行くとか言ってたわけじゃないですか。ははい、はい でね、だからまあ今状態がいいから乗れてる状態だから乗っちゃおうかその船にという状況もまあ多少は出てきてるのかなっていうのはありますけど結果がやっぱりねこれもうアジアカップの前の最終調整試合なわけですよ。はい、でこの2試合終わっても多分軸は見えてこないんですよね。<ら>軸になりりかけたた森重であっっ細ていうのが メンバーから外れたりポジションが変わったりで、はい、彼のチームっていうのはいわゆる中盤の底はい、はい、ここがもう第一だなっていうチーム作りしようとしてるんだと思ったんですが、はい、急速にそこ今ぼやけてきてるんですよね僕の中でそうか。こんなご意見もいただいてますアンギラス山田さんです、えー、アギレ監と結果は出ていませんが私は時間はあるのでアジアカップなどで新戦力と 前回のワールドカップ組などの組み合わせをどんどん試していけばまだいいと思います、うん、うかうかしてたら落とされるとか頑張れば代表招集もあるなどいい意味で刺激になり底上げにつながると思いますと亀山さんがおっしゃったあ僕はそのアンギラス山田さん、うんはい、に近い感覚で,、ね、ですよね、えー、ただあの軸になる選手まで外しちゃうと結局何がしたいのかっていうのが呼ばれた選手自身が迷っちゃう面も なななきにしもあらずじゃないかなと思うんですけどですから今のままでいくと軸は岡崎ななのかとということですよねあ、うんうん、岡崎にどう点を取らせるかというチームですか。はい、はあ、まあ、得点力のある選手前面に押し出していくっていうのは間違いじゃないですし、はい、ただザッケローニさんがやったような美しいサッカーはやっぱり期待できないですよねは,はいはい。 システム論でいうと、四三三をアギーレさんは採用してます。うん、あんまりこだわる風ではないんですが、ひょっとしたら、これがマッチしてないんじゃないかという見方もありますが。まあ、それ関係ないでしょシステム論はあっち置いといてと。あのシステム論、本当に日本人好きですけど。はい、ここまでシステム論にこだわるの日本人だけですから、はい。<laughs> アギーレさん自身も、そこにこだわりはなさそうな感じですかね。そうですね。ただ、うん、あの四三三の三っていうのは、すごく大事で。 真ん中のの前これはサイドアタック重視するっていうことですから、はあ、センターに岡崎を置いて、はい、両サイドに誰を置いていくかということですよね、はい、あの生命線は外からえぐって中で勝負するっていうやり方だというシステムですからうん、うん、これはちょっと大事なんですよね。で年明けには申し上げています新チーム初の真剣勝負となるアジアカップになります。 ノルマは特にないと日本サッカー協会は言っていますがここで結果が出ないとですねあのディレクターが教えてくれたファルカンっていう昔、はい、鴨さんの前の監督がいましたけどうん、うん、解任されたと同じようなパターンに陥りかねないと言ってますそうですね、うん、まあ僕は現時点ではアギレ監督かもなく不可もなくというところですけれど日本サッカー界にとっての経験として もう毎回全ての監督に4年間任すっていうのはもうやめた方がいいと思うんですよ。<ー>ダメならリセットするっていう経験、はい、積んどいてもいいんじゃないかな。ただどうでしょうねあのあの我々あのよくブラジルがねのんびり構えてるよねってカメヘンでやるんですけど <laughs>、うん、基本的にこう南の方の人たちなので、うん、その日本人の考えるほどピチッピチッとこう時間的な部分が。はい そうじゃなないのかなとただブラジルは監督はパンパン飛びますよ、はい、スタジアム作りは遅いですけどねただまあ <laughs> そのどうでしょうそのもっとこのんびりと構えた方がうんいやんでもブラジルだったらアあそうですか金子さんが以前からおっしゃってます日本にも素晴らしい人材大勢いると、はい、そこからチョイスすることも考えて、うん、やっぱりアジアカップ一つの分水嶺になる可能性ありますか,、うん、というかやっぱり 勝てない監督って厳しいですよね、今勝てない監督に次、勝てるって期待するか、今勝てたから次も期待するのか、僕は後者に期待したいですけどね。うんうん、あの、非科学的な話ですけど、月を持ってる人なのか、うん、持ってないやつなのかっていうのは、結構大事だと思うんですよね、ですね勝負師として。ですから、ザッケローニさんはいいチーム作る能力は見せていた、ただし、アジアカップの時から、爆炊はないなっていうのもこれ、明らかだったわけですよ。はいうん でそこが一番心配だった、そのまま行っちゃった、うん、今回何を見せてくれるかですよね。これ野球のあれじゃないけど、もう一もう一回やってよっていうのはな,なかったんですもん、絶対。本人にやる気なかったみたいですね。あじゃあ、むずろ、ケローニでもう買い切るってことはないのかな。僕はそれありだったと思うんですけどね。うん、そこまでいったチームも買いやるっていう意味でもね、ねうん、で、んね、参謀に爆災なる人間入れとくっていうので。うん、なんとかなったんじゃないかなと思うんですけど。ええ<ー>、ずっと監督の話が続きました、最後に金子さんが。 アジアカップに期待する選手ピックアップしていただくと誰になりますか、ね。まあ岡崎くんですね。ちょっと今彼殻を破りかけてるな。うんうん、やや異次元に入りかけてます、ね。入りかけてます。うん、あの日本人のストライカーが到達してないしてないところに足踏み入れつつあります。なるほど。楽しみ。しみ岡崎を生かすチームでひょっとしたらいいかもしれませんね。はい。うん、以上金子さんのスポーツキーワードでした。 今日はスポーツライターの金子達人さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました、はい、冒頭でも申し上げました金子さんのご本が出ます11月28日金曜日 <laughs> 日本実業出版社からラストワンというタイトルで1620円ハンデのある陸上選手もともとテニスプレーヤーだったんです,です中西麻弥さんという方のご本だですが毎日放送が極めて重要な役割を果たしてくれているのでそれ本文中にも出て きますから<ー>ぜひ読んでいただきたいと思います。ま当番組のスタッフの名前も出てくるというふうに金子さんがおっしゃっていただきましたので良、ね、ければ亀友スポーツマンでリスナーの方もお買い上げいただきたいと思います。はい、ますでに書店などでは予約をしております。日本実業出版社ラストワン金子達人さん著中西まえさんについての本千六百二十円です。よろしくお願いいたします。お願いします。亀山さん阪神タイガースの話に戻りますが、じゃだ。<laughs> はい、戻りますが。はいはい。はい オフの話題、まだまだ続きそうですね。来週そうですね。それよりも、あの金子さん、つい来られるときに、あの代表監督が変わってないこと。<laughs> まずね。期待なきゃ。第一からか、どうなるんでしょうね。大変だ、ね、と思いますけどね。はい、まあまあ、どのスポーツもやっぱり盛り上がっていただかないと、はい、我々の番組も盛り上がりませんのでね。でも、次週はも、次回はもっと穏やかな気持ちでいきたいな。<laughs> <laughs> かいはい、ありがとうございました。金さん、どうもありがとうございました。はい、ということで、今週はこの辺で失礼します。また来週です。さようなら。